夏ももう終わりだね。夜はちょっと肌寒くなってきたね。それでこんなところに呼び出してどうしたの？あ、実は私も霊夢に呼び出されたからどうしたのかは知らないんだ。一体何があるんだ、霊夢？揃ったわね。じゃあ今からサンマを焼いて食べるわよ。は？霊夢気でも狂ったのか。そうだよ、こんな真夜中にサンマって。せめて4マが良かったよ。そのボケを重ねていく流れやめろ。収集がつかなくなる。そうよ、意味のわからないこと言ってないでさっさと始めるわよ。おいおいおい、待てよ、一番意味がわからん、足が言うなよ。そうだぜ、この中で唯一まともに突っ込めるとしたらそれは私だけだぜ。ちょっと待て、そういう問題じゃない。せめてどういうことなのか説明してよ。説明も何も簡単な話じゃないのよ。もう飽きじゃない？まあ確かに。さっきその話してたもんね。でしょ、わかってるじゃない。意味なさそうだから始めるわよ。あれ、ちょっとマリサさん、今のって説明だったの？嘘だろおい、ただの前置きにしか聞こえなかったぜ。何よあんたたち、察しが悪いわね。頭に栄養が回ってないんじゃないの？一番栄養失調に近いやつが何言ってんだよ。そうだよ、せめてもう少し詳しく説明してよ。もう、しょうがないわね。秋といえば？読書の秋、魔法関係の本をたくさん読むぜ。運動の秋、剣術修行にもっと励むよ。食欲の秋よね、そこでサンマを焼いて食べようということよ。あっておかしいな、話が強引に結末に行ったけど私らの話聞こえてないのかな。それだけじゃないよ、ツッコミが追いつかねえってレベルじゃねえよ。サンマを食べるのはまだわかるとして、なんで外なの？家でよくなくなくない？月が見たかったからよ。はぁ、あと炭火で焼きたかったからよ。はぁ、じゃあなんで河原なんだ。魚は水の中にいるものでしょ、常識じゃないの？あ、まあ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 、待てよ、ちょ待てよ、まさか今からサンマ捕まえるの？いや待てよ、その前に川にサンマなんていないぜ。ヨウムどうする？なんだか大変なことに巻き込まれちまったぜ。どうするって言われてももう霊夢火つけちゃってるし、せめてサンマを取る役目だけは回避できるように二人で力を合わせようよ。わかったぜ、裏切るなよ。あの霊夢？何よ。秋に月を見ながら河原で焚き火とか風情があっていいよね。ああそうだよな、キャンプみたいでワクワクするよな。でもサンマだけじゃ物足りなくないか？それなら大丈夫よ、サンマの後でインスタントラーメンもあるから。ラーメンがあれば安心だよな。ハハハハハハ、ってかラーメンだけでよくないか？ダメよ、今日のメインはあくまでもサンマなんだから。お前いい加減にしろよ霊夢、どう考えたって川でサンマは取れないぜ。そうだよ霊夢、どこかで頭ぶつけて狂っちゃったの？冷静になってよ、無理無理の無理だよ。てかいつの間にかさっきサンマ焼いてる。あんたたちさっきから何の心配してるのよ。サンマはちゃんと用意してるから、さっきちらっと見せたでしょ。っていうかサンマが川にいるわけないでしょ、バカじゃないの。うわぁ、ぶん殴りでー。ねえマリサー、マリさんの子から赤いから気に染まっても大丈夫だよね。まあ気持ちはわかるが、お気欠用務。うん、わかったよ。っていうか、あれ、なんだか。あ、そうなんだよ。こうして見てるとめっちゃ美味しそうなんだよ。ね、そうでしょ。こういう感じもいいものでしょ。なんか素直に認めたくないけど、これは確かに美味しそう。どうしてこんなに美味しそうに見えるんだろう。炭火とサンマの組み合わせのせいなのか。それはね、それは、全てよ。どういうことなんだぜ。炭火なのもそうだし、このシチュエーションもそう。そして3人でワイワイして楽しいのもそうね。つまりどういうこと？そのうち分かってくるわよ。何それ、モヤモヤするよ。マリサはどう？何か分かった？まあ、なんとなくだが分かったぜ。嘘？どういうことなの教えてよ。いつもと同じメンバーだけど、いつもと違うことしてるから楽しいってことだろ。まあそんなところね、さっきも言ったけど、そのうち分かってくるわよ。そのうちってことは今後も同じようなことするってこと？そうよ、どうしたんだよ。何か理由があるなら教えてくれよ霊夢。分かったわ、どこから話そうかしらね。じゃあまず、神無月って知ってるかしら？ああ、神様がいなくなる月のことだろ。なるほど、神様がいない？む、の月だから神無月なんだね。もちろん私も知ってたよ。じゃあどうして神様がいなくなるか知ってるかしら？何か悪いものと戦うために出かける生徒か？わかった、きっとバカンスだよ。神様だって休みは必要だよ。業務正解よ。嘘だろ、神様バカンス行くのか？海外か？自分で言っといてあれだけど、それ本当なの霊夢？もちろんよ、そんなはずないじゃない。え？だから嘘に決まってるじゃない。本当はね、会議のためにあるところに集まるのよ。あわあわあわあ、ちょっと待ってよ霊夢、私理解がウサギと亀並みに置いてけぼりだよ。そうだぜ霊夢、どうせまた嘘なんだろ。神様はサラリーマンじゃないっての。今度は本当よ。まあ会議って言い方はちょっと違うかもだけど、日本中の八百万の神々が出雲大社に集まって、その先1年間の縁結びや農作物の豊穣などを協議すると言われているわ。だから出雲地方では神無月ではなくて神有月というのよ。おいヨウム、なんだかマジっぽいぜ。うん、そんな気がするね。でもあれ、そのことと今回のサンマと何の関係があるの？だからね、神有月に出雲大社に早朝参拝しようと思ってるのよ。おいちょっと待て霊夢、まさか宿泊費を浮かすためにキャンプする気なのか？あら、さっきまでと違って随分察しがいいじゃないのよマリサ。ちなみにテント買うお金ないから車の中で寝るのよ。あ、うん、まあ、その、どうですかヨウムさん。そうね、ちょっと考えるね。なんだか今日の霊夢は突拍子もないことばっかり言って、とりあえず突っ込んでたけど。そうなんだよ、なんだかんだ悪くないんだよな。特に反対する理由もないし。それどころか結構楽しそうな気がするんだよね。
ってことで霊夢、特に異論はないぜ。じゃあ決定ってことでいいわね。ああ、いいのぜ。なんかワクワクしてきたよ。いろいろ準備しないと、だね。まあとりあえずその話は置いといていい感じに焼けてきたわ。そろそろ食べましょうよ。うおうおう、美味しそうなのぜ。本当だ、一時はどうなるかと思ったけど炭で焼いてるからかすごい美味しそう。中まで火が通ってるかちょっと見てみようかしらね。とうとう身を崩してみるんだな、楽しみなのぜ。多分これ崩してみなくても大丈夫なんじゃない？外から見た感じでもしっかり火が入ってそうだよ。料理のプロの用務がそう言うんなら大丈夫そうね。それじゃあ心の準備はいいかしら？いよいよ食べるわよ。いただきます。ああ、悪魔的に美味しいわ。まいいのぜ。うん、これ本当に美味しいね。箸が止まらなくなるよ。やっぱり焼きたてのサンマは最高ね。外の皮はパリパリに焼けてて中はジューシーで身がプリプリだぜ。骨から身が簡単に剥がれるし脂も乗っててたまらないね。瓦はちょっと肌寒いけど食べてると体が温まってくるよ。これが幸せっていうものなのね。さてじゃあ次はラーメン作っていくわよ。わかったぜ。今度はガスバーナー使うんだな。確かにこっちの方が早くできそうな感じがするね。野菜も入れて今日は合成に卵を2個も入れるわよ。鍋は使い捨てのアルミ鍋なんだな。そうよ、さっきはキャンプって言ったけどまず出雲大社の近くにキャンプ場があるかどうかわからないし、あったとしても無料のキャンプ場じゃないと節約のためにキャンプする意味がないわ。次に水の確保ができるかどうかの問題もあるからできるだけ洗い物をしなくていい工夫が必要よ。言われてみれば確かにその通りだよな。だから今日は予行演習っていうことだったんだね。そういうことよ。結構本格的に考えてたんだな。でもキャンプ場がなかったら車中飯になるってことだよな。そうだとしたら焚き火は無理だからガスバーナーじゃないと困るんだね。付け加えるならサンマを焼いたりとか匂いが出る調理も避けた方がいいわね。食べ物の強い匂いをさせながら神様に挨拶はちょっと恥ずかしいもんね。しかも日本中から八百万の神々が集まってきてるからなおさらだよな。さすがに失礼すぎるわよね。他の参拝者にも迷惑だし。っていうことは今日は予行演習も兼ねてついでにサンマも食べたかったってことだな。確かにサンマは美味しかったよ。他にも24時間空いてる銭湯があったら嬉しいんだけどね。温泉とかあったら最高だよな。そうだよ霊夢、銭湯よりも温泉の方がいいよ。そんなのお金がもったいないじゃない。もし温泉があったら私がおごるのぜ。やったー、それなら霊夢も文句ないでしょ。当然よ。じゃあ食材は霊夢のおごりね。うん、わかった。でそれじゃあ霊夢はタダになるじゃねえか。何言ってんのよ、私はいろいろ調べたり計画を立てたりするのよ。上ずっけー。まあまあいいじゃないか、霊夢の車で行くわけだし。そうよ、燃料代のことを考えたら安いものでしょ。てか結局炭火の方に鍋移したんだな。ガス代を節約するためか。さすがにそこまでじゃないわ。ガスバーナーの方だといつまで待っても鍋が温まらなかったのよ。きっと風が吹いてたせいだよ。バーナーの火は風に弱いってことじゃないの？そうなると外で調理する場合は風防が必要になるわね。確かにそれ系の動画を見てると風防使ってるよな。やっぱり予行演習しておいてよかったわ。そろそろいい感じなんじゃない？なんだろう、ただのインスタントラーメンなのに外だと美味しそうに感じるよな。あ、これ本当に美味しいわ。おかしいな、これただのインスタントラーメンなのになんでこんなにうまいんだ。これが霊夢が言ってたイントネーション効果なんだね。その通りよ、発音を良くすれば何でも美味しく感じってそんなこと言ってないでしょ。多分シチュエーションって言いたかったんだろうな。そう、そのデトネーションってやつ。霊夢もう十分だ、よくわかったのぜ。あんたすごいわね、私は何一つわからなかったわ。もはやその言葉がもともとどんな意味なのかもわからないわ。きっと深い意味なんてないから気にしたら負けなのぜ。そうそう、細けい答えいいんだよ。さてと、だいたい片付いたわね。片付けなら明日の朝でもよかったんじゃないのか。そうだよね、こんなに暗い中片付けなくても朝の方が明るいのに。寝起きに朝っぱらから片付けなんてする気が起きないでしょ。なるほど、確かにそれは言えてる。あとは炭火が燃え尽きるまで待つだけね。この様子だとすぐに燃え尽きそうだね。とりあえず今のところ出雲早朝参拝に向けて準備として買い足すのは風防だよな。でも車の中で調理するとしたらそれも無理にはいらないわね。それからご飯は何にするか考えないとだね。そうね、まあこれからゆっくり考えるとして火も消えたし今日はもう寝るわよ。本日の寝床はこんな感じよ。とりあえず前後の席を倒して繋げただけよ。横になるには十分な長さだな。問題は寝心地がどうかだよね。完全に真っ平らじゃないからどうなんだろう。それも含めての予行演習よ。じゃあ寝るわよ。ああ、お休みだぜ。からのいきなりおはよう。さてと、すがすがしい朝ね。時間は7時前と。ほらマリサもさっさと起きなさいよ。ほにゃー、お前こんな朝早くから元気だな。朝日が眩しいね。ねえ霊夢、寝床はちょっと改良の必要があるんじゃない？
確かにそうね、寝れないってほどじゃないけど寝心地は良くないわね。そうだぜ、だからもうちょっと寝ようぜ。ダメよ、残りを片付けて早朝参拝に行くのよ。ふわー、わかったのぜ。さてと、あらかた片付いたね。それじゃあ近くにあるイザナギ神社に行くわよ。イザナギっていうとあの日本列島を作り上げた神様の名前じゃなかったか。そうよ、よく覚えてたわね。イザナギの御事とイザナミの御事の二人は一緒に日本列島を作り上げた神様よ。そういえばその後二人の神様はどうなるの。私もその先の話はまだ聞いたことがないのぜ。じゃあ参拝しながらちょっとだけその話をしようかしらね。イザナギの御事、イザナミの御事の二柱の神様は国づくりを命じられるわ。その時雨のぬぼこという矛を授かるの。まずは雨の浮き橋という天と地の間にある大きな橋の上から地上の様子を眺めてみると、国の形はまだなく水に浮いた油のように漂っていたわ。そこで二柱の神様は雨のぬぼこを海水の中に差し下ろしてかき回したわ。その時コーロコーロって音がしたんだよな。そうよ、しばらくかき回して矛を引き上げると矛の先より滴り落ちる潮が積もり重なって小野五郎島という島ができたのよ。へえ、すごいんだね。でしょ。ちなみにその島は淡路島の周辺だと言われているわ。そして二柱の神様はその島に降り、雨の御柱というものっそい大きな柱を立てて、それぞれ柱の周りを回ってから夫婦になるのよ。何度か失敗しながらも二柱の神様はたくさんの島々を生んでいくわ。まずは淡路島、次に四国、沖ノ島、九州、壱岐の島、対馬、佐渡島を次々と生み、最後に本州を生み出したのよ。八つの島が生まれたところからこれらの島々を大屋島国と呼んだのよ。これが日本の始まりと言われているわ。ちょっと待った霊夢、北海道はできてないのか。あ、確かに。この頃の日本は北海道だとか北の方がどうなっているのかよくわかっていなかったのよ。なんてこったパンナこった。嘘だろおい、おほん、続けるわよ。日本の国土ができると、イザナギの御事と、イザナミの御事の二柱の神様は、多くの神々を生んでいくのよ。かなり省略して話したけどこの辺りまでの話を、国生み、というのよ。それじゃあ神様にご挨拶の時間よ。改めて思ったけど、イザナミの御事と、イザナミの御事ってすごい神様なんだね。神々の中でも最高位に位置するアマテラス大神でさえ、イザナギの御事の左目から生まれてきた存在なのよ。それなんて鬼太郎の父。あんた不謹なこと言うんじゃないわよ。なんてこったパンナこった。またか嘘だろうい。それじゃあいつも通り境内を一周するわよパンナこった。その後ビューゼーからやめろよな。なんてこったパンナ。それにしても早朝参拝は思ってた以上に気持ちいいわね。ああ、朝は眠かったけど早起きした甲斐があったのぜ。そうだね、天気も良くて雲一つないし清々しいね。ところで霊夢、さっきのイザナギの御事とイザナミの御事の話ってまだ続きがあるの？もちろんよ、さっきの話はまだまだ序盤よ。ぜひとも続きが聞きたいぜ。うん、私も聞きたいな。あの後二柱の神様は数多くの神々を生み出すのだけれど、火の神様を生み出す時に妻のイザナミの御事は大やけどを負ってしまい亡くなってしまうのよ。マジか。その後どうなってしまうんだ。なんてこったか。だから言わせねえっての。なんだよチックショーで、その後どうなるの霊夢。続きはいずれまたゆっくりと時間がある時にね。ものすごい続きが気になるところなのに。さっきも言ったけどまだまだ序盤だからここから先は長いのよ。ま、お楽しみはまたの機会ってことだな。っていうことで今回はそろそろ時間よ。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。